皆さんこんにちは。今回は狂犬病の注射に行ってきます。ショート動画で上げたものの前後の様子も面白かったので、ロングバージョンでお送りします。病院に到着しました。今日は検診もあるため朝ごはんを抜いてきています。外が暑かったのでハーハーしています。順番に呼ばれて採血と体重測定からするようです。最初にミルクさんが呼ばれました。メロさんは待機中です。メロさん、よだれが出ています。次にメロさんが採血と体重測定中です。一旦ミルクさんが帰ってきました。これからいよいよ狂犬病の注射です。頑張れ。で、2人とも体重測ってみたんですけども、2人ともいい感じで減ってるんですけど、はい、ちょっと減らせてもらった感じですか。ちょっと体重計を買って分かるように、はい、素晴らしいと思うのすごいびっくりしました。よかったです。はい、もう狂犬病の注射していきましょう、はい、なかなかね、なかなかちょっと減りましょうね。なかなか減れないのがあの現実なんですけど、2人ともちょうどよく減ってたのでよかったです。2人ともちょっと減らすとなんか足んないなとかいう感じになります。ミルクが特に、でミルクがもらうなら自分ももらいたい。採血もね、あの次にね。はい、お待たせしまーす。ネットの動画で話題になったチワワちゃんが注射するときギャーっていう動画見たりします。あ、いや、見てないです。そういうのがあったんです。もうなんか注射しようとした時から二人ともね、お人生すごい我慢できるから偉いなと思いますよ、ね。うん、おう、なななな、待って、ちょっと待ってね。大丈夫大丈夫、ほら、平気平気平気、頑張れて頑張れ、頑張れて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 、はい、ちょっとね、あ、よく頑張れた。頑張って。あれ、いや。よし。じゃあ、ラッコお願いします。ラッコします。はい。はい。優しい獣医さんと看護師さんに感謝する2匹なのでした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価していただけると大変嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。